おはようございます。ガレージライフのお時間です。塗るの失敗しちゃいました。今回はツートンの塗装。塗装するために前の日に研いでおきました。で、余計な水を切ってあげて透かしてみる。まあ、塗る色が緑色だからこれなら絶対わからないです。黒い車だとね、結構気使うんですよね。この歪みが見えちゃったりするから。やっぱり面を出すには水研ぎですよね。これが仕上がりに出てきちゃうからしっかり研いでおきます。前回のガレージライフは板金という板金は全て終わらせて、残るは塗装。自分で色を混ぜてオリジナルカラーを作りました。そう、この時ワイスピみたいな色を作ろうって決まったんですよね。とりあえずで色塗ってみたくなって、ドアハンドル塗装したらカメムシと命名されました。そして今回はボディに色を塗っていきます。ついにキャンディグリーン塗装していきます。ということで今日は緑と黒のツートンの塗装を行います。なんかそっちの方がかっこよくないですか。まあ視覚効果とかもあって、上面黒だとなんかこう車が低く見える効果があるらしいんで、なんか一石二鳥って感じで。このチャンネルでは塗装好きによる塗装好きのための塗装の動画を提供しています。塗装が好きな人は高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ今日の塗装いってみよう。寒い。もうね、水が冷たいんですよ。ちょっとさっきお湯入れてきたんだけど、もうなんかぬるま湯になっちゃった。まずは洗剤で汚れを落としてあげて、スコッチブライトで足付けして下地作っていきます。もうこの時期は寒くて寒くてお湯使わないとやってられないです。ただ手がすっごい荒れるんですよね。隙間に入り込んだ汚れはブラシを使ってかき出すように洗っていきます。ガラスのモールのところも忘れないように。それが終わったらマスキングをやっていきましょう。塗らないところを養生できていれば貼り方は基本自由です。僕のこだわりとしては、色がかかるところにビニールのマスカーは使わないようにしています。塗った時にバサついてミストが舞い上がっちゃうんですよね。だから紙のマスカーを使うようにやっています。トリムテープ、違う、トリムマスク、マスク、これ使ってガラスモールとか引っ張ってあげるとボディとの隙間が生まれるんで、塗装が終わった後にあーくっついちゃったってことがなくなります。このぐらい研ぎ込んで表面が艶消し状態になっていれば、そうそう簡単に剥がれてきたりとかはしないんで、密着論とか入れなくても大丈夫です。フューエルリッドはナットで固定して、裏も同時に塗装できるように固定してあります。よっしゃ、マスキングが終わりましたよ。意外とね、時間かかるんですよマスキング。まあ塗装するためにやってるけど、好きか嫌いかで言われたら、まあ、決して好きではない。まあ、塗装するために一生懸命やってます。で、そしたら脱脂をしてシーラー入れていきます。そう、シーラー割れてるところがあるんですよ。で、そのままにしていると雨漏れしちゃうから、シーカフレックス227、逆だな、227、これを入れていきます。割れてたところは軽くえぐっておきました。その方がシーラーが奥まで入り込んで、
雨漏れがしっかり止まります。あとここ、この爪折りしたところが血が割れちゃってるんで、ここも入れておきましょう。爪折りなのかな、爪折られてたとこだね。ゴミがつかないようにするおまじない、意外とこれ効果あるんです。よし、これで全ての準備が整いました。もうこれ使用期限来ちゃったんで新しいのに交換します。でガスマスクだけで塗っちゃうと塗装ミストでなんかすぐダメになっちゃうから、こんな感じですぐもう塗装ミストで詰まっちゃうんですよ。多分ここの環境が良くないんですけど、こんな感じで20でいきます。よいしょ。脱脂もした、シーラーも入れた、色も硬化剤入れた、いいね、よし。タッククロスでほこり取っていきます。これは塗装前のおまじないみたいな感じです。でもこれをやっとくかやっとかないかでだいぶゴミのつき方が変わってきます。塗装タイム、この日ちょっと寒くてシンナー早めに作ったんですけど、それでも乾きが遅いぐらいでした。だいたい4回ぐらい色をかけてあげればちゃんと色が決まってくれます。使った塗料の量は 600cc ぐらい。ちょっと暗くて色が染まってるかどうかが見えないんで、透光器で照らしてちゃんと確認していきます。なんかこの辺にラインが入ってるように見えないですか？光の加減な気もするんですけど、こんだけ強い光でガンガン照らして色が透けて見えなければ問題ないです。平気そうですね。そこに見えてたラインは単純に影でついてたっぽいです。よし、それじゃあキャンディーグリーン作っていきましょう。400か、400はいるな。だって8回塗るんだもんね。塗料を注ぐのにお玉でも買ってこようかな。絶対お玉で入れた方がこれ早いですよね。キャンディーから行くぞー。8回も塗装すると1回ぐらい数え忘れたりするんでメモっておきます。5回、よし、あと3回。3コートの塗装は塗り方間違えると色味が変わるんで、自分がロボットになったように塗装していきます。縮れた。縮れた。さすがに8回は多かった。縮れた。しんな、もうちょっと早いのにしとくんだった。赤外線持ってきます。あー、もうこっちもダメじゃん。
どうして赤外線出そうとしたらピューエルリフト触っちゃいました。ちなみに助手席側も同じことになっちゃってます。あー、もう少し様子見ながら乗ればよかったのに。何やってんの俺。なんかさっきこの辺でなんかリット触っちゃった。あ、これだな、ここでリットをぶつけちゃいました。赤外線出そうとしたら、あー、もうダメです。調子の悪い時ってこういう風に負の連鎖が続いちゃいます。とりあえずちょっと乾燥を待ちます。一応乾かしたから600番のペーパーで慣らしていきます。これはひどい。もうちょっと塗るとき真面目に様子見ながら塗ればよかった。後悔先に立たずとはまさにこのこと。で、今度は縮れないようにまたベースカラーから塗っていきます。ちゃんと乾かしながらね。ほんとこの時期乾きが悪くて嫌になってきちゃいますよね。少しずつエアーで乾かしながら慎重に次は縮れないように塗装していきます。リカバリーが終わりました。ちゃんとキャンディーから入れても縮れなかったんで、あと1回、ね、7回までボディに色入れてたんで8回目入れていきます。若干トラブっちゃったけど、どうにかカラークリア8回塗ることができました。この色をぼかすのがちょっと難しかったけど、縮れていた場所もなんとか直すことができました。内側なんでこのぐらいならわからないでしょう。次はルーフサイドを黒に塗るために1時間しっかり乾かしてから試色でくっつかないの確認してマスキングやっています。でもこれ失敗するんで、こっからは反面教師としてご覧ください。この時マスカーがボディにへばりついて悲惨なことになっていました。やっぱり今日ダメなんだ、今日ダメなんだ。やっぱりこのケバケバした感じのやつ全部マスカーがくっついています。膜圧が厚すぎて1時間じゃ全然奥まで乾いてくれないみたいです。あー、どうしよう。あー、くそ。どうやら今日は何やってもうまくいかない日みたいです。幸いのことにまだサイドシルとか、あとピラーとか紙くっついたりとかしてなかったんで、さっき紙くっついてたところはペーパー当てて紙だけ落としたんで、まあ、ペーパー面残ったまんまですけど、このままクリアいってしまいます。ほんとこの日は何やってもうまくいかない日でした。サイドステップの縮れとフューエルリット、あと髪がくっついたのも、よくよく考えると寒くて乾きが悪かったせいっていう感じがします。終了。あまりにも乾きが悪すぎたんで、クリアの塗る回数いつもより少なめにしています。それでもこのぐらい肌が伸びてツヤっとしているんで、塗装している時の感覚はそんなんでもなかったけど、相当寒かったんでしょう。パッと見綺麗に塗れたんだけどなっていう感じで、冒頭の映像からここに繋がります。本当昨日なんか感覚が冴えてなかったというか、
多分あのままやってたらリアフェンダーとドアの色味が全然違うとかなんかそんなことになってたかもしれないんで、クリア塗ってしまったのが正解だと思います。もうこうなってしまったらルーフサイドの黒はまた別で、フェンダーもドアもリアドアもリアフェンダーも全部通した状態で、そうすれば色味の差とかも絶対出ないんで、そんな感じで作業進めていきます。ということで、今日は塗装の失敗の動画でした。よし、あ、色味違わないな。あ、ちゃんと同じように濡れてんじゃん。紙貼るのが早かっただけ？